ブラックケトル、ブラックケトルは、アメリカインディアンシャイアン族の歌っぽいバンドの宗長、チーフ。本名のモケタバと、モッテベトゥー王は、黒い夜間というような意味なので、ブラックケトルと英訳名がついた。ブラックケトルは、シャイアン族の非常に慎重で温厚な宗長で、白人との対立を望まず、和平を結びたがった、老賢者だった。アメリカインディアンの社会は、 完全合議制民主主義であり、主張や族長のような権力者は存在しない。白人が指導者だと思っている。州長、チーフは実際には調停者であって部族を率いるような権限は持っていない。インディアンは全てを合議で決定するのであって、個人の意思で部族が方針を決定するというような社会システムはない。しかし白人たちは、 インディアンとの条約交渉の際に、州長を代表、指導者だと勘違いして、彼らと明約することによって全部属員を従わせようとした。しかしこれは全くの思い違いであり、州長は和平の提案はするだろうが、それはあくまで朝廷であって、部族民を従わせたり、強制するような立場ではない。そんな立場は、インディアンの社会には存在しないのである。 ブラックケトルたちタパイバンドは1851年のダラミートリデ条約でが死衆国がウタパイバンドに対してシャイアン族の領土であると保証した西カンザスから東コロラドの土地でバッファローを追って暮らしていた。シャイアン族を妻に持ち彼らの野営近くにインディアン相手の公益書弁とトリデを開いていた白人公益業者のウィリアム・ベントとは特に友好が深かった。 1864年9月28日、コロラド順州デンバーにある米軍のウェルド基地で、周辺のシャイアン族やカイオワ族、アラパー族インディアンの州長と、コロラド順州のジョン・エバンズ知事、ジョン・ジビントン大佐ら、同地の白人公館との和平会談が開かれた。州長たちは一台の馬車で、デンバーの町にやってきた。 周辺では荒烈なインディアンと白人の殺し合いが続いていたが、デンバーの白人たちの何人かは家の外まで出てきて彼らを出迎えた。ブラックケトルはホワイトアンテロープ、ラーンベア、リトルウルフ、トールベアの4州長と同席した。和平協議ではインディアンによる襲撃について白人側から抗議が出され、シャヤン族の州長の一人、 ブラックケトルは白人たちに対し、自分は心から白人との平和を願っているし、決起に流行る若い選手たちを抑えられなかったことは残念に思う。今後そういうことのないよう、できるだけ努力すると答えた。白人はブラックケトルを大指導者だと勘違いしているから、彼個人の意志がシャイアン族の総意だと思い込んでいる。ブラックケトルは調停者として、 最大限の努力を約束しているのなら、これ以上の要求はもはや無理難題でしかないのだが、白人たちには、これが、全く理解できなかった。彼ら州長たちは、彼らのバンド、集団を説得して、実際にイゴアーカンソー川沿いの米軍のライアン基地、近くへ移動させた。駐屯地の白人指揮官らは彼らに食料を与え、どこか遠くの狩りで暮らせる場所へ移れと命令した。 ブラックケトルの属するシャヤン族の集団は、サンドクリークの湾曲する流れのそばに TP を立て、野営を築いた。ブラックケトルとホワイトアンテロープラは彼らの部族員と協議を行った。抗戦派の意見が優勢だったが、一部は和平派のブラックケトルに賛同し、この和平派の野営に残った。1864年11月28日、米軍のジョン・チビントン大佐は、 協定を破り、第三連隊700人を率いて、ブラックケトルたちの TPIH を襲撃し、逃げ惑う女、子供を含む、無抵抗の歌パイバンドを大量虐殺したサンドクリークの虐殺。ブラックケトルは、妻と共に、なんとか、この虐殺から生き延びることができた。1867年、それでも和平の望みを捨てなかったブラックケトルは、 メディシンロッジ条約に調印する。メディシンロッジ条約は、現在のカンザス州のバーバー軍、メディシンロッジで、カイオワ族、コマンチ族、カイオワアパッチ族、シャイアン族、アラパ法族ら平原イ,イ,インディアン部族と結んだ条約で、まず10月21日に、カイオワ族、コマンチ族と、次に10月28日に、カイオワアパッチ族と、さらに同日に、シャイアン族、アラパ法族と、 それぞれ結んだもの。この条約でインディアンの保留地が細かく決められた。この条約における署名とは文字を持たないインディアンに因を書かせるというものである。州長は調停者、ピースメーカーであり、部族長でも代表でもないのだが、白人は州長のこの因を部族印すべての総意と解釈している。ブラックケトルは歌パイバンドの ピースメーカーとして白人と和平について努力を約束するだろうが、ウタパイバンドの中の抗戦派戦士はブラックケトルの意見に従う義務も必要思い、インディアンの社会に命令するという文化はないからである。また、ウタパイバンド以外のシャイアン族にも当然ブラックケトルに従う義務はない。シャイアン族の戦士たちは侵略者との戦いをやめなかった。しかし、 白人は、ブラックケトルが、ちゃんと命令しないから、シャイアン族が、いつまでも白人に立てつくのだ、と思っている。サンドクリークの虐殺では、ホワイトアンテロープラ、二人の集長、チビントンや白人たちには、大主導者に見えているを守備よく殺害している。ブラックケトルを、大主導者と勘違いしている白人たちは、彼の抹殺を図った。 1868年11月26日の夜明け頃、現在のオクラホマ州シャイアンの2マイル西にある和下、川の川西で、他のシャイアン族から若干離れた場所にあえしていた、ブラックケトルたちは、ジョージア・アームストロングカスター中車指揮下の第7家兵隊によって、不意打ちの襲撃を受ける、ュタ川の戦い。この時、彼のティピーには、白旗が掲げられていた。 彼は必死に友達だ。友達だ。と叫んだが、それは無視され、最新鋭の景気関銃で蜂の巣となり、死亡した。野営地の虐殺された人々のほぼ全員が無抵抗な女、子供であった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。